はい、皆様こんにちは。 YMCK の中村です。明けましておめでとうございます。というわけでですね、もうね、結構年が明けてから結構なね、日数が経っているんですけど、今年2024年初の中村センターということで、まだ若干の正月気分でお届けさせてください。で、今年もですね、2024年、私が注目しているメーカーであったりとか、タイトルの動向なんかをね、ちょっと、軽くざっくりお話しできたらなと思います。まずはハムスターさんですね。こちらはもう安定と安心の、アーケードアーカイブスという感じなんですけど、去年はやっぱりこうナムコ、それから台頭陣営のね、タイトルが多かったんじゃないかなと思うし、やっぱりこう、この2社がこう主力というか、みんな楽しみにしていた、メーカーだったんじゃないかなと思うんですけど、去年の後半ぐらいからですね、コナミの作品も結構出てきまして、お、ここに来て、コナミが明らかに復活かっていう感じで、結構ね、にわかに盛り上がりを見せておりましたね。それがね、今年どうなるかっていうのは一つ注目ポイントかなという感じがしますね。で、ナムコ作品に関しては、あれですね、個人的にはやっぱりメルヘンメイズがね、すごい出てほしいんですけど、やっぱり80年代とか90年代初期のタイトルっていうのが結構もう玉が出たかなという感じがするんですよね。出尽くしたまでは言わないんですけど、かなりのタイトルがここ数年でね、見事な復活を遂げているんで、なんかこうそろそろあれですね、もしかしたらこの次の世代のゲームだから、システム2ではなくてシステム22とかさ、システム11とか、要はリッチレーサーとかそういったポリゴンの世代の、ナムコのね、復活っていうのがちょっと望まれるとこなんじゃないかなっていう気もするんですよね。で、何気にリッチレーサーとかってプレイステーションでこの非常に精度の高い移植作品は出ているんですけど、まだこの完璧な移植っていうのは実現できていないんですよね。だからその初期ナムコのポリゴン勢たちの復活っていうのは、結構個人的にはこう楽しみにしているところなんですね。さっき挙げたリッチレーサーもそうだし、エアコンバットとか、あとスターブレードとか、あとダンシングアイ、その辺の 3D ポリゴンを使ったタイトルっていうのが、今後ね、アーケードアーカイブスで出てくるのかどうかっていうのが一つの注目ポイントかなっていう感じがしますね。でも何はともあれ、まずはメルヘンメイズをおなしやすっていう感じかな。あとあれですね、コナミが再び活性してきたっていうところで、コナミ作品でまだこう移植されていないタイトルがどれが出てくるのかっていうのが結構楽しみなところなんじゃないかな。個人的にはラビリンスランナーとかね、出てほしいなっていうところかな。あと移植されたことのないソーラーアサルトとか、見てみたいし、グラディウス4もね、なんかいろいろ言われていますが、こうそろそろこう再評価されてもいいんじゃないかなっていう気がしますので、ここら辺で一丁ね、アーケードアーカイブスで復活できないところですかね。あれね、ちょっと 3D ポリゴンを使った、結構ね、ハイスペックな基盤なんで、なかなかちょっとエミュレートが大変かもしれないんですけど、ここら辺もちょっと注目したいところですね。で、あと去年さ、ちょっとアイレムのゲームはアーケードアーカイブスで出ないのかみたいな話をしていたんですけど、アイレムの作品はですね、あれなんですよね、アイレムコレクションっていう、こう別のシリーズが展開したんで、アーケードアーカイブスで今後アイレムのソフトが展開するってことはあんまないのかなっていう感じがしますかね。で、そのアイレムコレクションなんですけど、去年は、そのボリューム1として、イメージファイトと、それから X マルチプライがこう、セットになったオムニバスソフトが出たんですよね。で、これ僕も買ったんですけど、非常に出来は良かったです。イメージファイトのアーケード版と、それから PC エンジン版、ファミコン版、それからイメージファイト2、あと NES 版も入ってたかな。で、それから X マルチプライのアーケード版が全部、フルフルで入ったっていうセットで4000いくらだったかな。結構お買い得なソフトです。ボリューム4だっけ5だっけなんかもういくつまで出るっていうのは決まってるんだよね。で、3ぐらいまではどのタイトルが入るかっていうのも発表されてるんですけど、中でも僕が楽しみなのはドラゴンブリートですね。やっぱりドラゴンブリートはね、ゲームセンターでそこそこ遊んでいたタイトルなんでね、再び出会えることがすごく嬉しいですかね。あとプレイしたことないんですけど、ガンホーキ、やっぱりね、ちょっとこれ、魔女っ子好きとしては気になるタイトルです。すごく楽しみ。
で、まあ、その後ね、ボリューム3以降のタイトルっていうのがまだ確か発表されていないんですけど、やっぱり個人的にはね、アンダーカバーコップス、これが入ってほしい。というかこれは絶対入れるでしょう、どっかで。というか主力の一つだと思うんですよ。で、あとやっぱ R タイプ、これ今とか発表されていないのは、おそらくこう最後の方に、まあ、ラスボス的存在として R タイプは出すんじゃないかなと勝手に睨んでいるんですけど、どうなんでしょうね。まあ、R タイプに関しては1にしろ2にしろまだこの完全色っていうものが実現できていないっていうところと、あと R タイプシリーズでいうとレオとかがねまだ移植されていないんで、この辺をぜひね、アイレムコレクションのボリューム4だか5だかに入れてほしい。で、M2 さんはですね、まあ、各社いろんなところにこう、タイトルをね、提供しつつも、自社の、ブランドタイトルである M2 ショットトリガーズがかなり好調な、ね、展開を去年していましたね。昨年の年末には、ドドンバチ大王朝輪廻転生が大好評だったということで、僕もね買いましたけど、あれ本当に面白かったです。なんか弾幕シューティングっていうのが僕やっぱり苦手意識があって、ずっと遠のいてたイメージなんですけど、あれは本当に遊びやすく、ただ簡単にしただけじゃない、こうやりごたえとかもね十分こう味わえる、この神調整がされてるっていうところで、本当によくできたシューティングだなっていう感じがしました。まあ、あと個人的にやっぱ嬉しかったのはね、昨年はヘルファイヤーの完全移植版がとうとう出たということで嬉しかったですね。ただアーケード版はやっぱりすごい難しかったですけどね。で、 M2 さんが今年ねどういう展開をしていくのかなっていうのは結構やっぱり注目なんですけど、まずやっぱり気になるのは、その昨年結構電撃発表があったナイトストライカーを作るってやつ。そう、 M2 さんがナイトストライカーを作りますよっていうアナウンスをしたんですけど、あれがイーグレット2ミニのアーケードメモリーズボリューム2に、ナイトストライカーが入るっていうのは決まった後だったよね。後の発表だったんで結構ざわついたんですよね。え、それってどういうことっていう風に。まあ要はあれですよね、アーケードメモリーズボリューム2でほぼ完璧に近い、ナイトストライカーが遊べる状況ができたにもかかわらず、 M2 が新しいナイトストライカーを提供するってことは、果たしてどんなナイトストライカーを我々にねこう見せてくれるのかなっていうところで、すごくなんかこう期待というか、いろんなものがね高まっちゃうんですよね。まあ言うてね、例えば PS4 とかスイッチで動いて、なおかつ汎用のフライトスティックが使えるナイトストライカーみたいなのが、出してくれるだけでもかなり嬉しいっちゃ嬉しいんですけどね。まあいずれにしろこう注目です。あとアレスタ関係がねどうなるのかなっていうのはやっぱりポイントですよね。昨年の年末の生放送でもね、リスナーさんがアレスタコレクション2を出してほしいっていう、ご意見を出してくださっていましたが、確かにねそろそろこうコレクション2欲しいところではありますよね。メガドライブ版の武者アレスタとかスーパーアレスタとかデニーアレスタとか、そういうのがこうね全部入ったオムニバスなソフトが販売してくれたら、これはこれですごく嬉しい。まあ、あとはやっぱりアレスタブランチがねどうなるのかっていうのもすごく気になるところですね。そして、ネオトロさんですね。個人的に去年もう本当にネバーフェイクは僕の中で新作としてはベストゲームだったんで、なんていうんですかな、この次回作がどうなるのかっていうのはすごく気になるところなんですよね。まあ、もちろんねネバーブレイクをねもっと皆さんが知ってもっとプレイしてくれたらなっていう思いはずっとありますので、うちとしてもねガンガンネバーブレイクは押していきたいんですけど、まああんな素晴らしい、ね、ゲームを作ってくれるネオトロさんですので、次回作もどうしてもね期待が高まってしまうんですよね。であれなんですよね、レトロゲームサミットでネオトロさんがね、出展をされていて、そこでネバーウェイクを開発された沢渡さんとちょっとお話しする機会があって、まあ、結構ね、長々と喋って沢渡さんを選挙してしまったんですけど、熱いね思いとか熱量をねたっぷり聞いてきましたので、まあ、これもう期待するなというのが無理な話なので、ネオトロさんの新作には、全力で期待させていただきたいなと思います。そしてピクセルさんですね。昨年はですね、レトロゲームサミットで初公開したゼランフォースとか、それから年末の本当に大晦日に、炎竜聖剣シャオメイの MD 版が発売されるというこう、ビッグサプライズがあったんですけどね、そんなピクセルさんの新作にも、今年注目したいところです。
で個人的にはですね、やっぱりずっと追いかけていてずっと楽しみにしているタイトルがアステリアの翼なんですよね。まあ、これはもうフェリオスが好きな方にはたまらないシューティングなんじゃないかなっていう感じがするんですけど、キャラクターデザインにね、修二郎さんが参加されて、BGM になんとあの川源さんが担当されているという、まさにこう先般なゲームなんですけど、これあの東京ゲームショウで昨年ねプレイアブル展示がされていて、僕もねちょこっとプレイしたんですけど、すごくねアーティスティックなゲームで、かついろんな属性がちょっと絡み合うっていうゲームだったんで、まあ、シューティングプラスこうパズルゲームであったりとか、あと音ゲーの要素とかを感じるような、ところがあって、すごくね新しい感じがしました。まあ、こちらねどんな完成形を見せてくれるのか、すごくやっぱり楽しみな、ゲームですね。それから、アンシュリアントリガーもやっぱり気になりますね。スペースハリアーっぽいこう 3D 視点のシューティングゲームということで、すごくスタイリッシュな、見た目とかね、あと BGM がめちゃくちゃかっこいいんですよね。まあ、こちらも一応予定では今年発売らしいので、期待して待ちたいところですね。あと昨年レトロゲームサミットで発売されたゼランフォースっていう、こう某サラマンダとかそういうシューティング、こうなんかこうオマージュというかこうリスペクトを感じるシューティングゲームが、ね、PC 向けに発売されたんですけど、これの任天堂スイッチ版がなんと出るということで、こちらもね注目ですね。そしてビープさんですね、僕個人は本当に公私ともどもにお世話になりまくっている、ゲームショップ屋さんなんですけど、2021年に、コットンリブートを発表、発売して、まさかのゲーム業界入りというね、ビッグニュースを我々に届けてくれたんですけど、去年ですね、2023年、本当だったらラジルギ2というね、シューティングゲームが発売する予定だったんですけど、ちょっと延期してしまったので、今年にねずれ込んでしまったわけなんですが、そちらもね間もなくですね3月28日に発売ということで、こちらもすごい楽しみな一本です。でそのラジルギ2なんですけど、東京ゲームショウの方でプレイアブル展示がされていたんで、こちらねプレイしてきたんですけど、すごくねレスポンスも良くて、あとその画面の独特な雰囲気もあって、とてもねプレイしていて楽しいゲームだったんで、僕も発売日を楽しみに待っております。今後のビープさんの動きにも大注目です。お次はサンソフトさんですね。ゲーム業界への復活の電撃発表があってから、かなりね活動的に動いてらっしゃるなという感じがしたんですけど、去年は一騎団結がね、リリースされたのと、あとはですねサンソフトクロニクルという書籍が発売されたんですけど、これが本当に非常によくできた書籍で、過去のサンソフトのいろんなイラストが一気にこれに詰まったっていう、本当サンソフトが、もしくは森健先生がギュッと凝縮されたという感じの、本当にファンにとってはたまらないアイテムだったんですね。それからサンソフト復活プロジェクトといって、初期80年代タイトル3本を復活したいみたいな、クラウドファンディングなんかもね行われていましたよね。こちらもクラファンは達成されたようで、何が出てくるのか楽しみです。もちろん僕も参加しました。そしてやっぱり目玉となるのはヘベレケ2ですね。はい、ヘベレケがまさかの新作として帰ってきた。しかもグラフィックがさ、こうフェルトみたいなすごい可愛いグラフィックで、絵柄とかさアニメーションめちゃくちゃなんかキュンキュンするんですよね。でこちらはですね、東京ゲームショウの方でプレイアブル展示がされていたので、僕もね遊んできたんですけど、非常にレスポンスも良くて、もうヘベの動きは可愛くて、もう動かすだけで楽しいっていうか、こう幸せになれるというか、まあ、非常になんか癒され楽しませていただきました。というわけでね、今年の発売2月29日が楽しみでしょうがありません。そして台頭、まあ、やっぱり個人的に一番熱かったのはアーケードメモリーズボリューム2でしたね。去年やっぱり年末最後の最後のクリスマスシーズンにね、2022年はボリューム1を、そして2023年にはボリューム2を、突っ込んできてくれて、我々に素敵な聖夜を届けてくださった台頭サンタには本当に感謝の念しかございません。まあ、ボリューム2本当に発売されたばかりなんですけど、もうねアンケートとかも取っていたりとかして、おそらくなんていうんですかね、イグレット2ミニの開発人たちはすでにもうエンジンがかかってるんじゃないかなと思いますので、これはボリューム3期待していいのかなっていうところなんですよね。やっぱボリューム1ボリューム2、個人的には本当に素晴らしい
アイテムだったと思いますので、今後もね続いてほしいし、なんていうかこう毎年のクリスマスの風物詩になってほしいんだよね個人的には。ただ、さすがにボリューム3ともなると、自社のタイトル、タイトルのタイトルだけではちょっと成り立たなくなってきた感もありますので、まあ、こっからはあれですよね、他社のタイトルが何が入るのかっていうのがすごくポイントなのかなっていう気がする。まあ、対等と深く関わりがあっていて、まだ出ていないタイトルっていうのは割とあったりするんですよね。まあ、セタのタイトルでもツインイーグルとかあるし、あとやっぱりカネコの作品がまだ出ていないので、まあ、この辺やっぱり個人的にはヘビーユニットが出てほしいし、なんだったらエアバスターブ一緒に出してくれてもええんやでっていう感じなんだけど皆さんどうでしょうかね。あとやっぱり昨年ね、明け目もボリューム2でナイトストライカーが解禁になったということで、大型筐体のゲームもイグレット2ミニにこうどんどん参戦しても誰も文句を言わない世界ができたので、まあ、誰が文句言うんだって感じではあるんだけど、まあ、だから大型兄弟のゲーム、タイトーチェイス HQ とか SCI とかギャラクティックストームとかさ、いろいろあるじゃないですか。まあ、そこら辺をねぶっこんでくるっていう可能性もあるので、ボリューム3以降もまだまだタイトーアーケードメモリーズシリーズは期待が持てると思います。あと、あのタイトーマイルストーンズも何気にこういい動きをしているなって思うんですよね。こちらもねボリューム2が出ましたし、まあ、基本的には明け明かと横でつながってる感じで、明け明かで、リリースされたタイトル、あるいは今後リリースされるタイトルをこうパッケージ化するっていうね、ソフトなんですけど、やっぱりなんかほらダウンロードするだけじゃこう所有感がないっていう人っているじゃないですか。僕なんかそうなんだけど、まあ、そういう人にとってはすでに明け明かで出たタイトルであってもこうやってパッケージ化してくれることにすごいありがたみを感じるんですよね。で、これさ、僕ナムコにもやってほしいんだよね。どう思います？ナムココレクションみたいな感じでさ、スイッチでこうさ、ナムコの明らか作品がこうパックになったら僕全部買うよね。皆さんどうですか、この餌。みんなで一緒に釣られてみませんか。そして最後に我らがセガなんですけど、こちらの方はですね、去年の12月でしたっけね、電撃発表がありまして、セガがクレイジータクシー、ジェットセットラジオ、忍び、ゴールデンアックス、ベアナックルなど、かつてのね、人気 IP を復活計画中であることが、計画中というか開発中であることが明らかになったんですよね。で、そのトレーラー映像とかも発表されまして、だいぶね世間が賑わいましたよね。で、個人的にはやっぱジェットセットラジオっていうのが、5本の指に入るぐらい好きなゲームだったんで、これの復活がとにかくありがたくて楽しみでしょうがないんですよね。で、もちろんクレイジータクシーも好きだし、忍びもさ、久しぶりの 2D アクションの忍びっていうことでワクワクが止まりませんよね、これ。で、あとゴールデンアックスもちょっとさ、なんかこうダークファンタジーな感じがこうね、より研ぎ澄まされたような感じがして面白そうだったし、ビアナックルもね、どういう感じでこう現代風にアレンジするんだろうっていうのがすごくなんかこう注目されるタイトルだなっていう感じがして、どのゲームも楽しみで本当仕方ありません。まあ、こちらね、まだいつ発売されるのかとか全然わかんないし、内容も短いトレーラーだけなんでどんなのかってわからないんですけど、今後大注目な、ね、タイトル群じゃないかと思います。で、イベント関係だとやっぱり、レトロゲームサミットですね。その名の通り、レトロゲームを、ね、中心とした、即売会イベントだったんですけど、昨年がね第1回目だったにもかかわらずものすごい盛況で、はい、僕もね当日足を運んだわけなんですけど、ものすごいなんていうか熱気がすごくて、お客さん その参加人数もすごかったんですけど、その、展示している方たちとか、その参加している方たち そのなんか熱意というかリビドーがすごくてなんかいろいろね圧倒されるとともに、ね、レトロゲーム界隈めちゃくちゃ盛り上がってるなっていう感じが、しましたね。で、こちらのイベントはですね、僕も会場 BGM に、曲を1曲提供したりとか、あと当日の、ステージに、名だたる、サウンドコンポーザーさんと一緒に、登壇させて、ちょっとトークイベントなんかにね、
参加させていただいたんですけど、いや非常にね有意義な時間をね過ごさせていただきました。でそのレトロゲームサミットなんですけど、早くもね、レベル2と称して第2回目がもう、決まっているということで、もうすぐなんですよね結構、今年2024年の3月23日、土曜日で、場所は前回と変わらず大田区産業プラザピオ、ということで、こちらはね本当にもう要チェックでございますので、皆さんぜひ参加してみてください。僕もね多分会場に足を運ぶと思いますので、まあ、もし見つけたら、お声掛けしていただければなと思います。であともう一つね僕が毎年楽しみにしているイベントが、東京ゲーム音楽賞というですね、その名の通りゲームの音楽、ゲームサウンドにスポットを当てた、即売会イベントなんですけど、こちらもね、今年、2024年の4月13日の土曜日で、会場はさっきのレゲットと同じく大田区産業プラザのピオの1階で、行われるということで、こちらもねすごい楽しみです。で内容はですね、さっきも軽く説明したんですけど、ゲーム音楽を中心とした即売会イベントということで、まあ、CD であったりとか、あと DVD とか、まあ、そういう類もいろいろね、グッズとかも、結構売られている。あとステージも用意されていて、トークイベントだったりとか、あとライブとかもね、行われたりするんで、毎回すごく楽しみなイベントだったりします。でこちらもね、僕フラフラ会場にいると思いますので、まあ、もし見かけたらねなんか、フォースぶち込んでください。はい、というわけで、2024年の、注目メーカー、それから注目タイトルをざっくり、上げてみましたが、いかがだったでしょうか。まあ、なんだかんだ言いつつも2024年もね、僕らを、レトロゲームたちがこう存分に楽しませてくれそうな雰囲気がありますので、今年もね力いっぱい、楽しんでいきたいと思います。というわけで今年も YMCK それから中村センターともどもよろしくお願いいたします。それでは今回の中村センターはここまでです。ご視聴ありがとうございました。